黒田日銀がやってる政策というのは日本売り尽くし閉店セールなんですよね。それで、日本がもう破格の値段で売られている、それを放置しているわけで、物を買いに来るのはいいんですけれども、それ以外に不動産もですね、それから企業も重要な資源である水とかこういう資源もどんどん買い取られる危険を放置している。アメリカのブッシュさんがストロングアメリカストロングダラーというフレーズで大統領選に臨み、選挙に勝って、この1988年11月を起点にドル高が始まるんですね。アメリカが日本に買い取られてしまうという、これが経済的安全保障上の重要問題だと捉えて、ドルを強くすることが強いアメリカを回復させることだ、こういう政策を取りました。日本は円安を放置して全て外国資本に日本を乗っ取らせる、ですからそちら側の指令を受けて黒田さんが円安を放置しているという疑いもあるというふうに思いますね。ニュースオペイドライブスタートです。